開けて閉めてトイレ、開けて閉めてトイレ。ハローエブリワン、レッツエンジョイジオウッシャーアバカス。さあ今日もちびこりくんと一緒にアバカスっていこうぜ。今日はいよいよ3桁かける3桁の掛け暗算をやっていきたいと思います。全国初段レベルの暗算検定でいうところの、初段レベルじゃないでしょうか。結構ここが一番の山になると思います。ただ、マジカルナンバー4、海外ではマジカルナンバー4といって、短期記憶4つまでの数字であれば短期記憶でしっかり覚えられるんじゃないでしょうかと言われておりましたので、実際ここまではなんとかみんなできるはずなんだよね。なぜかというと今回3桁かける3桁なんで、ちびこりくんのルールだと桁数が一緒の場合は普通に右から左に書きますので、それぞれ先頭から書いていきます。800×576、40×576、6×576 をやっていきます。8×576 なんで数字は4つ、 4×576 も数字は4つ、 6×576 も数字は4つなんで、あとはこの 4つの数字を、足していく、3口の見取り暗算だと考えられますので、ここら辺はギリ、なんとか大丈夫かなというふうに思っております。ただ最初、ちょっとしたですね、テクニックの話もしていきたいと思います。あとはやっぱりこの壁だよね。いよいよこの壁しっかり、利用できる時が来ました。しっかりこの壁を利用して、カンマで分けて、しっかり計算していきましょう。それでは実際にやっていきたいと思います。はい、それでは実際にやっていきますね。まず58×、右から左にかけるので、ね、8×576 をやっていきます。その前に、どこから足していくかだよね。もうさすがに3桁かける3桁の掛け暗算、この動画を見てもらってる子に関してはどこから足すかわかるよね。しっかりこの赤いところが1の位だと設定すると3足す3なんで、ね、6桁目123456、1、10、100、1000、万、10万だよね。いよいよ10万の答え、もしくは万の答えまで来ました。さあ、あとはここから、指を置きますね。6桁目をまずイメージします。ただ頭の中にはしっかりこのカンマのところの壁、ここも頭の中に入れておいてください。さあやりますよ。 8×585、40ですね。九九の答えが10を超えてるので指のところから40足していきますよ。40、しっかり指を動かしてくださいね。0の分もしっかり指を動かす。40足せました。さあ次は 8×7、8156ですよね。これも10超えてるので指のところから56足していきます。はい、56ですね。1の位のところ足し終わったところからまっすぐ下ろすイメージです。しっかり壁意識してくださいね。カンマのところの壁。さあ8の最後ですね。 8×6、 8648です。これも10を超えてるので指のところから48、しっかりここはもう、6、4足すないときは6を引いてから10、そして8のイメージですよね。もう、ちびこりくんが動かす前にもうできる子に関してはここら辺をしっかり頭の中で動かしてください。4足すないので6を引いてから隣が10だと思って10を足していきます。はい、まず8648の40は足せましたね。さあここから40足してるので隣が8ですよね。はい、しっかり終わりました。8、5、40、8、7、56、8、6、48、4、6、0、8足しましたよね。次今度は、40×576、576が3桁、40は2桁なので5桁目に指を置くイメージだよね。そしたら、右から左なんで 4×5、4、5、20、7、28、4、6、20、7、28、4、6、20、4、2、3、0よ。この段階でもう3桁かける3桁の子に関してはもうここで2、3、0、4のイメージをもうささっと、
できるといいよね。もうここに2足して483483840、このあたりがさささささとできるといいと思います。じゃあもうこのあたりは一気にやっていくよ。4520、4520、4728、4620、4520、4628、4620、2304、一気に足すよ。まず2だよね。さあ3304だよね。2304足せました。さあここでそろそろ、483840、頭の中のイメージ記憶がしんどくなると思うんですね。で最後なんだけども、6×5 なら6なんで3桁と1桁ですから4桁目に指を置きます。この時に65、もう30なんで、ここがもう6530、ここから足してここが6000、まず6000になる段階でもう、どれだけ後ろから繰り上がったとしてもこの先頭の48万、答え変わらないよね。答え変わらないんで、まず答えにこの段階で48万の48書いてもちびごりくんは最初のうちはいいと思います。最初のうちはですね。ただ気をつけてほしいの、できればちびごりくんできればなんだけども、なんとか3桁かける3桁の答え6桁までは一気に答え書いてほしいというのが本音です。そこは本音です。ただ初め、慣れてないときはもしどうしても記憶に落ちてしまう、6個の数字が入らないというときは最後の 6×、最後の3桁目846の最後の桁を計算するときに繰り上がらなければこっから答えが、ただ、ここが9とか一番怪しいのは今度最後の桁を足していくこの4桁目1000の位が、例えばもうすでに答えが9入ってるとか、ってなったときには繰り上がってくる、きて答えが変わってしまう可能性があるので、それはしっかり判断しなければいけないんだけど、もう最初の桁は 6×5、6530、ここで30足して繰り上がったとしても、ここはもうまず6なんで、どれだけ繰り上がってきても、こっからさらに万の位には繰り上がらない、確定してるので、この段階で48は書いてもいいとは思います。最初はですね。ただ、なるべく6桁入れてほしいところではあります。じゃあ、やっていきますね。6530、6742、6636、6530、6742、6636、3456。もうこの段階で3456。例えば、今、48。ここだよね。ここを、答えに書いたとしましょうか。答えに書いたとして、ちょっと消していきますね。もう答えには書きましたと。そうすると、もう答えに仮にこの48は書いたとします。じゃあ、6530、6742、6636、3456。3840足す3456、3456。答え7296を、もう頭の中で結構、この4桁だったら、できると思うんだよね。この48を答えに書いてれば、もうすでに書いてれば、4桁の記憶力、4桁、これ4桁足す4桁、しっかり、ミトリ暗算的なものでできてくると思うので、しっかり、6530、6742、6636、3456、3456なんだ、3456。もうここは、ほとんど弾を動かさずに、もう3840に3456、7296。この答えの7296を、もう、48先書いてあるので、7296、もう、弾を浮かすイメージではなくて、答えにかけてくると思います。そうすると、計算スピードも上がってくるんじゃないかな、と、ちびごりくんは思います。3桁かける3桁。ここが、まず一つの、掛け暗算の壁になると思うので、次回ももう一度、ちょっと3桁かける3桁の掛け暗算のお話をしていきたいと思います。ぜひチャンネル登録の方も友達のみんなよろしくお願いします。それではまたねー。 See you again!